落ちる瞬間、家外から青い光が分離して体を守るのを見ました。ではもう一度あの中に落とせば。リアクターの高熱から肉体を守るため、再び光が分離する。倒せるとしたらそのタイミングしかなさそうだね。でもどうやって？リアクターに近づけば私たちだってただじゃ済まないのよ。一時的だが、バリアの強度を高める方法がある。ただし時間が必要だわ。盛り上がってまいりましたよ。任せろ。なんだ？
オペコ乗って、長くは持たない。それで世界を追い詰めたつもりか！だが、まだいくつもの光が輝いている。あいつらさえいればいい。世界の光は消えやしない！消えようとも。早まるな、ルシファー。王様、二人ならやれるさ。三人です。リノ、決めるぞ、ルシファー。終わらせましょう、ここで。慈悲は与えません。行きなさい。あの光、無事帰還する。暗い夜さ、僕は君に願いを込めた。振り絞った一つの小さな。さて、次は何して遊ぶかな。やっと出会える。
してストライクワールドを揺るがせた転生たちの脅威は去ったのである。教えてよ。オラネはこれからどうするであるか。私はしばらくヴィナー様の手伝いをすることになってるの。そっか、大変であるね。これでよしっと。オラ様の力が必要になったらいつでも連絡するである。まあないと思うけど、じゃあね。以上がオラ様の身に起きた真実の出来事である。モンストが遊べるのも全部オラ様の大活躍のおかげであると。きっとモンストファンは大騒ぎであるね。あ、そうそう、証拠写真もつけるである。最後にみんなで記念撮影したである。どれどれ、うまく撮れてるかな。やっぱりここだったんですね。生命の木の再生に全力を注いでいるところです。だからウリエルさんたちだっていずれ目を覚ましますよ。